なんだ、キリトにアスナだったのね。シノノン、どうしたの？いきなり振り向きざまに矢を使えるなよ。びっくりするじゃないか。私はね、誰かに無言で後ろに立たれるのがすごく嫌なの。理由はわかるかしら。前に誰かさんに尻尾を触られてひどい目に遭ったからよ。すみません。でも不思議だよね。え、何が？だって種族ってそれぞれ特徴があるのに、どうしてケットシーだけ明確な弱点みたいなものがあるんだろうね。確かに種族の特徴って耳がいいとか目がいいとか、基本的に長所みたいなのばっかりだからな。考えてみればほんとね。運営に猫嫌いでもいるのかしら。いや、それだとそもそも猫妖精なんて設定にしないような。まあそもそも尻尾に感覚なんか作ったことが趣味が悪いわ。背中の羽みたいに実際の人間の体にはない部位を設けて、それをゲーム上で生かすのはもちろんすごいけど、尻尾の方は面白半分にも程があるって感じよ。そう考えると羽以外でできる何かしらの技術検証を兼ねてたのかもしれないな。ねえシノノ、私も尻尾触っていい？え？やよ、やに決まってるでしょ。ちょっとくらいいいじゃない。キリト君だけに触らせるなんてずるいでしょ。私は別にキリトに触らせることを許したわけじゃないのよ。そんな固いこと言わずにさ。うわっ、いや、アスナ、やめなさい。もうシノノ、逃げないでよ。逃げるわよ、キリト、アスナをどうにかして。どうにかしてと言われましても。キリト君、シノノの逃げ道を塞いで。それは後から地獄を見るという以前にハラスメント行動に引っかかりそうなので遠慮しておきます。そうか、じゃあ私一人で頑張るね。頑張るんだ。アスナ、やめて。シノノ。